2020年映画ベスト10。よいしょ。年末いかがお過ごしでしょうか。僕は今日も一人ぼっちでございます。大晦日元旦はこもりっきりでね、エヴァンゲリオンをちょっと鑑賞しようかなと思っているんですけれども、まあその前に今年のうちにこの2020年見た映画の中でのベスト10をね発表していきたいと思います。それぞれのベスト10があっていいと思うんですけれども、ランキング作っていくとやっぱり個性が出すぎだなというか、俺だけなのかなって思ってしまって別の作品を選ぼうかなと思ったんですけれども、今年ポン・ジュノ監督がオスカーで言われた言葉で、最も個人的なことが最も創造的なことだっていう、マーティン・スコセッシが言った言葉ですっていうのを話していたのを思い出して、あ、そっかと、自分の個性こそがまあオリジナリティがあっていいなと思ったので、周りの意見など気にせず自分が良かったなと思ったものをベスト10に上げています。10位の前にちょっと時点の作品をね軽く発表しておきたいと思います。ラストレター、アルプススタンドの橋の方、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語、あとはジョジョラビット、この辺はもう同じですね、入っててもおかしくないです。劇場で鑑賞した時の自分の感情を優先して他の作品が10位に選ばれることになりました。それでは早速第10位いきましょう。第10位は朝だけでございます。これ系の話はちょっと反則的だなと思いました。今年見た映画の中でも、かなり泣いてしまった方だと思います。家族のぬくもりを写真を通して収めていく、そこで写ったものは一枚の薄っぺらなものではなく、そこに至るまでの時間、愛情や感情、様々なものがそのフィルムに焼き付けられていきます。一枚の写真にいろんなものをどれだけ鮮明に残していくかは、その写真家の力量だけでなく人間性の部分も問われてくるものが描かれていきました。さらに今作はそういったハートフルな温かい部分だけではなく、震災という日本の歴史上でも大きな傷跡を描いてありました。言葉はあれですが、日本は現実的な痛々しい部分とか辛い部分を映画とかで振り返るのはどうもこう避けられがちな印象があります。気合を入れて作ってもお客さんが入らずに、まあ工業的に売れずにね、どんどんこう作られずに風化していくような印象があります。わざわざ傷つくようなことはしなくていいと思うんですが、ただ最近思うのは、もう今の若い子たちっていうのはリアルな戦争の辛さなんかを描いた作品というのにもうあまり触れていないんじゃないかなというのもちょっと疑問に思いつつあります。あの 3.11 からだいぶ時間が経ちましたけれども、もう今や震災の作品出てきてないような気がする中で、まあ、このハートフルな物語の中に大量の瓦礫を使って震災で傷ついた人たちのその後の生活の悲壮感を描きながらも、そこから手探りで愛情を探し求めるそれぞれの人たちの輝きがこの映画の中に収められていました。続きまして第9位。第9位は本気の印劇場版です。名古屋の方で作られたテレビドラマを再編集して4時間という長尺な作品なんですけれども、劇場で公開されました。その長時間に耐えうるだけの登場人物たちの思いもよらない本気の行動がこの作品の予想だにしない流れになっていきました。いびつで一般的には共感できないような部分を抱える登場人物たちだけど、実際に生きてる人たちも何かしら影の部分って実は持ってると思うんですよ。誰しもが他人には受け入れられない部分を自分の中に持っていたり、他者や何かに知らず知らずのうちに共依存してしまっていたり、そしてそんな人たちの歪んだ部分を聞き耳を立てて聞いている人たちもいると思います。いろんな人たちの生き様が交差していって、主役や脇役がいない、全員が輝くような作品になっていました。何を失い何を手に入れるのか、そしてそのために何を決断するのか、踏切の警報音が聞こえるたびに今でもこの映画のことを思い出します。続きまして第8位ですね。第8位は滑走路です。萩原慎一郎さんという方の遺作となった短歌を元に作られた映画です。個人の悲しい部分だけを抽出して悲惨に描くのではなく、いかに彼がそれまでに飛び立とうとしていくのか、そういった希望をすくい上げて爽やかに空に飛び立たせるような作品でした。この社会に実際にある様々な根深い問題、非正規雇用やいじめ、そして夫婦の関係性、様々なことを主人公を絡めて軸に描き、亡くなってしまったことではなく生きていたことが描かれています。この映画の一番最後で滑走路というタイトルが出てきます。それはこの映画の後にこの短歌の時間軸へと物語が飛び立つような構成になっています。他にも絵の構図だったり、長回し、目線の合わせ方、セリフの使い方、いろんな演出に工夫を凝らしてあって、亡くなった人の思いを表現しようとする意気込みと責任を作り手側から感じる作品になっていました。続きまして第7位。第7位はハチドリです。韓国映画で日本でも非常に評価が高かった今作、1990年代を舞台に急速な経済成長を続け、社会全体が
次から次へと成長を求め続ける時代、いい大学に行き、いい会社に入り、そしていい男性と結婚していく、そういった社会全体の同調するような空気感の中、周りと摩擦を感じながら生きていく主人公のウニ、彼女の一歩一歩の歩みをゆっくりと丁寧に描き出されていきます。ウニを演じたパクジフという役者さんもすごくいい塩梅の美しい方でした。彼女の周りにいる無関心な大人たちでも、ようやく自分が共鳴できる先生と出会っていきます。いいこともあれば悪いこともある、様々な時間の流れの中でウニの中には新しい感情も芽生えていきます。そんな彼女が最後にこの世界を見る眼差しの変化、ささやかなことだけれども包み込むような表現が印象的でした。今作では主人公がある出来事で心に傷を抱えるんですけれども、その時に誰かから慰められたりといった他者からの介入ではなく、それまで自分が受け取ったもので自分でこう立ち上がっていく、自己解決していく感じがすごく良かったなと思いました。続きまして第6位、第6位は初恋です。長きにわたって、そして現在ではあまり描くことがなくなった極道、それを描いてきた三池崇史監督からのラブレター。今作は原作小説がないオリジナル脚本ということもあって、登場人物たちがこちらの予想の範囲を超えて自由勝手に暴れ始めます。誰が何をするのか全く予想がつかない。これまで極道を描いてきたからといって焼き直しにするのではなく、新しい極道を演じる役者たちの集結、それと同時に男女の二人の小さな恋が描かれていきます。また主人公も、僕が好きな捨てられた狼のようなレオという主人公もすごく印象的で大好きでした。散々暴れ倒して終わりというわけではなくて、好き放題やった後に最後には極道としての泣きの部分も描きながらも、恋の物語も同時に着地していくところは儚くも恋しい映画になっていました。折り返しですね、ちょっと熱量込めて話していたら汗かいてきたんですけれども、今年はねこのコロナウイルスの影響もあって、やっぱりどうしても洋画は少なくなってきたかなと思いますが、邦画にたくさん出会えたことで邦画めちゃくちゃ面白いじゃんって改めてね再認識させられました。もし通常通りに劇場公開されていたとしても、今年のベスト10には邦画が結構ランクインしてきたと思います。それでは引き続き5位に行きましょう。第5位はテネットです。もはや今作は映画館で見に行った時の圧倒的映像体験、それによってかなり順位を上げた作品でした。確かに物語自体は難解な部分もありますが、あれを全部分かりきろうとするのは無理だと思います。それ以上に僕がノーラン監督に求めていたものを全力で応えてくれるアトラクション的映画だったなと思います。相変わらずオープニングから怒涛のスピード感とかきたてられる音楽によって、こちらのボリュームは一気に戦闘態勢に入ります。時間の逆行や量子世界の法則などは難しくて分かりづらいですが、時間の逆行を通したアクションシーンはこんな映像どうやって撮るんだよと、ついつい口元が緩んでしまうような映像体験でした。いろんな映像で前振りして前振りして、こちらの期待が膨らんだ中で描かれていくラストの映像というのはもうとんでもないことになっていて、口元が緩むどころか映画館で見た時はマスクの下はもう笑っていました。しかもそういう派手なだけではなくて、最後はほんのり泣けるという、映画館で映画を見るというこの醍醐味が詰め込んであり、かつこういった自由な作品というのはもはやクリストファー・ノーラン監督ぐらいでしか作られないような唯一無二の映画でした。今年寂しかった映画館にもう一度お客さんを連れ戻してパンパンな中で見られたこの劇場体験というのは、やはり自分の中での映画が好きだという感情をもう一度燃え上がらせてくれた、今年の中でも貴重でかつ最も盛り上がったエンターテインメントだったと思います。続きまして第4位、第4位はソウルフルワールドです。年末に見て駆け込みでランクインしました。これから先人生で何度でも見返したくなりますし、自分が知ってる人たちに何度でもおすすめしたくなる映画でした。僕たちが魂を持って生きる意味、失敗や成功だけでなく、夢や目標だけでなく、もっと根本的な軸の部分の大切さをジャズという感性から生まれた音楽に乗せて届けてくれます。夢や希望、成功などを描いて一時的な感動で見終わった後にふと現実世界に戻るのではなくて、劇場出た後にこの世界が変わって見えるような些細なことなんだけれども、その大切なことに気づける、子供でも大人でもいろんな人に勧められるピクサーの中でも最高傑作に挙げても間違いない作品だと思います。それではここからねベスト3に入りたいと思います。まず第3位は1917です。伝令兵の任務をリアルタイムワンカットで描かれます。疑似ワンカットの映像なんですけれども、映画館のスクリーンの中で流れる時間と僕らが見ている時間が同じ流れなので、主人公の伝令を伝えるまでの過酷な戦場体験が
肌を通して目を通して感じることができます。疑似とはいえワンカット基本的に長回しの撮影をするだけでも難しいのに、映像の魔術師ロジャー・ディーキンスと巨匠サム・メンデス、この2人のコンビはその難しい撮影の中で平穏の中から式に向かうにつれての生命の断絶っぷり、目の前にある丘を越えることがどれだけのものなのか重々しく伝えてくれます。予告にあったあの圧倒的な映像は本編を見ている時もこれからあの映像が流れると分かっていてもドキドキバクバク心臓の高鳴りが止まりません。そして物語はしっかりと一周描き着地します。宗教的な部分もあり、困難と救済とひとときの平穏、そして人間の命、彼らが死んでしまったことではなく生きていたことを伝令する傑作の映画になっていたと思います。続きまして第2位、第2位はバイオレット・エヴァーガーデン劇場版です。この作品はですね、テレビアニメシリーズも大好きだったこともあって主観が非常に強めとなっております。涙が流れるのに抗えない作品でした。今年で一番、ここ数年で一番泣いた映画だと思います。燃え盛る炎の中の後でこの世界を純粋無垢な瞳で当たり前のようにあるけど実は隠されたあらゆる場所に秘められた誰かへの思い、愛してるを主人公のバイオレットを通して描き出されていきます。そして手紙を通して誰かに思いを伝えていくんですけれども、気持ちを伝えることには限りがあります。ありがとうと言いたい人はいつかいなくなってしまいます。思うだけではなくそれを伝えること、大切な人はいつかいなくなってしまうことがある。当たり前のことですが、この映画ができるまでにあったバックボーンを考えると非常に胸が締め付けられる作品でした。ただの好きや愛してるが繰り返されるメロドラマではなく、自分の中で美化された相手の思い出が決して理想のものではなくてもそれでも愛せるか、そういった課題もしっかり与えられており、少女であったバイオレットの成長もしっかりと感じさせる結びの物語としてふさわしい作品だったと思います。自分の心の中に書き留めておきたい作品でした。それでは2020年第1位の発表です。第1位は朝が来るです。子供を産んだことの悩み、子供ができないことの悩み、命や愛情を育むことの辛さとそれでも生きようとする人たちが描かれていきました。僕の中ではすごくのめり込むようにこの物語を見ていました。目を背けることができなかったです。むしろ感動して共感して泣くことすらもおこがましいような気持ちにすらなりました。ストーリーというよりは人生がそこにはありました。この映画の中には悩みを抱えて辛そうな人たちが出てくるんですけれども、彼らをかわいそうな人物、悲惨な人物としては描かず、彼らのすぐ隣で彼らの苦悩や悩みを黙って聞いてあげたくなるような作品でした。そういった悩みを抱える彼ら自体もしっかりと発光体として、夜が明ける朝日として輝いて見えるように仕上げてある作品でした。アカデミー賞では日本代表として出品されると思うんですけれども、個人的には僕しかやってないと思うんですけれども、ノミネートされたら外国語映画賞ハマったら撮ってもおかしくない作品だなと思いました。はい、以上で2020年ベスト10の発表でございましたがですね、ちょっと今年だけは特例を設けさせていただきたいなと思いました。殿堂入りの作品があります。その作品というのはパラサイト半地下の家族です。この作品だけちょっと特例にしたのは理由があって、先行公開で僕見たんですね。なので2019年の12月16日ぐらいに見たんですよ。去年のランキングを作った時にすでにパラサイトは見ていて、で年明けに公開だったので、なんだか今年の映画っていう気もしないし去年の映画っていう気もしないし、他の作品と同列として見られないというか、殿堂入りとして、ご紹介させていただきたいなと思います。格差社会の上層と下層の物語なんですけれども、どちらか片方を悪者にするわけではなく、喜劇のようでもあり悲劇のようでもある。それ以外にも上層の家庭に家族総出で寄生していくところは犯罪映画のような痛快さもありつつ、エロティックなシーンでは実に官能的に表現されています。映画の醍醐味である別の意味を持たせたキーアイテム、それぞれがバランスよく丁寧に流れていき、最後に綺麗に落とされていく。偏りがなく様々なエッセンスを取り入れたまま優雅に華麗に儚く結ばれていくこの物語というのは、一本の映画というよりは舞台やミュージカルも混ざり合わさったような、新しくもあり古典的でもあるような、美しくコミカルで痛快でハラハラでかつメッセージもある作品になっていました。外国語というハンデを乗り越えてオスカーを取ったことも納得のね至極の一品だったと思います。
以上で2020年映画ベスト10の発表でございました。皆さんが好きな作品入っていたでしょうか。また皆さんの中で良かった作品などを教えていただければと思います。こういった形でジャンルにとらえずいろんな映画作品のことを紹介しておりますので、よければチャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。今年1年ね、ありがとうございました。いろんな人がチャンネル登録していただいてコメントもいただけるようになってすごく嬉しいと思います。来年もね、忖度なく率直な意見でみんなと一緒にいろんな映画のいろんな感想を交えながらお話ししていいコミュニティが築ければいいなというふうに思っております。それでは皆さん、良い年末、良い新年をお過ごしください。また次の映画でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。来年こそは今年ね、見れなかった映画がたくさん通常通りね、公開されることを期待しています。2021年もね、楽しい映画ライフを送って、より人生が豊かなものになっていけばいいかなと思います。